あの男性の好きな髪型を知りたいんですよ。センター分け。センター分け。ロン毛の人、うん、え、ロン毛の人。それはなんでロン毛がいいんですか。サニーって映画の三浦春馬の髪型が好きです、はい、あ、なるほど、それが好きな髪型、はい、なんでセンター分けが好きなんですか。なんか髪の毛をこうやってやった時に、うん、かき上げる姿がかっこよくて。好きな男性の髪型を聞いてまして。センター分け。センター分け、はい、なんでセンター分けがいいんですか。清潔感があるから。ツイストパーマでハイライト。ツイストパーマのハイライト。金髪。それはなんでなんですかね。ヤリラフィーが好きで、はい、なんか好きな人がその髪型だったんですよ、はい、だから、はい、なんかそれでかっこいいなって思って好きになりました。ヤリラフィーバスカオプレメノネ。男性の好きな髪型教えてください。これはセンター分けですね。それはなぜですか。なんとなくです。なんとなく、理由ないですか。ないですね。ないですね。似合ってる人が多いから。あ、似合ってる人が多いからセンターパートがかっこよく見える。かっこよく見える。あー、オッケーです。なるほど。じゃあどうですか。ツーブロックです。ツーブロック、ツーブロックっていうか、ここ剃っててほしいです、うん、どこですか。ここのとこです。あー、これ襟足ですか。あ、そうです、そうです。うん、好きな男性の髪型、ヘアスタイル教えてください。スペインカール。あの、なんかこんな感じの、それはなんでなんですか。海外系の男の人が好きです。おー、OK。 私はロン毛。ロン毛、それなんでなんですか。男って感じですよ。どうですか、お姉さん。普通にお風呂上がりのノーセット。お風呂上がりのノーセット。男性の一番いい髪型とかってありますか。センター分けの襟足がある、あの小室と山田の、はい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 、あの方。どうですか。自分はパーマ。何パーマ。ちょっと短めの長さで。あんな感じですか。もうちょっと長い、なんか古着とか着てそうな感じ。古着とか着てそうな感じの短いパーマ。難しい。なんかここら辺までみたいな。ここだけのクルリンパーマ。ベートーベンみたいな。絶対違う。 Bro, what are you talking about, man? 男性の一番好きな髪型を教えてほしいです。短髪。短髪。短髪が好きです、はい。ちょっと巻いてる感じの。巻いてる感じ。ちょっと巻いてる。短髪っていうのはどういった髪型ですか。でも短髪、あ、こういう短髪なのかな。違くない。髪型タイプですか。ちょうどいいくらい。あどういう髪型。なんか風吹いてんのかなみたいな。風吹いてる。ぐるぐるって。ちょっとなんか犬っぽい感じ。犬っぽい感じで風が吹いてる。なんかちょっと風吹き気味な感じの髪の毛の巻き方。じゃあ逆になんかこの髪型なしやなみたいなありますか。ロン毛。坊主。ロン毛。坊主。坊主。坊主。じゃあロン毛から聞きましょう。なんでロン毛ダメなんですか。男だから普通に短くしてほしい髪の毛。それはちょっとダメ。その考えはダメ。その考えダメ。ダメ。で、坊主が嫌いな理由は。髪の毛あってほしいね。確かに。でもなんかかっこいい坊主あるじゃないですか。ちょっとこのフェードみたいな感じで。あれもダメですか。ダメです。オーケー。嫌いな髪型ありますか。金髪ウルフ。金髪ウルフ。はい。それなんで嫌なんですか。チャラそう。じゃあ次行きましょう。マッシュ。マッシュ。が嫌いです。それはなぜですか。なんか、うん、マッシュ、なんか韓国系とか地雷っていうイメージが強くて、うん、地雷どういう意味ですか、地雷っていうのは。あとなんか目処が隠れてたりするから、うん、あんまマッシュは好きじゃないです、うん、ああ、なるほどです。嫌いな髪型ありますか。マッシュです。私もです。おー、なんでなんですか。キノコみたい。キノコみたい。単純に。あ、かっこよく見えないですか。見えない、なんかどんだけかっこいい人がマッシュやってても。あ、それは見えるかもしれない。あ、見えるかもしれない。見えるかもしれない。知らないけど、まあ、髪型っていうのだけで見たらかっこよくはないですか、うん、この髪型なしやわみたいな嫌いな髪型教えてください。これ多分揃うんじゃない。じゃあせーので言ってみます。せーので言ってみていい。せーの、マッシュ。あれあれ、ちょっとちょっと待って。え、なんて言いました。マッシュ。マッシュ、二人はマッシュで坊主。じゃあまずマッシュが聞きましょう。なんでマッシュ嫌いなんですか。なんかちょっと雰囲気っぽすぎる。雰囲気っぽすぎる、うん、ちょっと堂々と勝負しようよ。そう、顔が出てない感じが。なるほどなるほど。なんで坊主。嫌だっていうか、嫌ではないけど坊主じゃなくてもいいかなみたいな。でもなんかかっこいい坊主あるじゃないですか、こうフェードみたいな。金髪坊主のブロンド坊主。あ、なんかおしゃれな坊主だったらいい。おしゃれ坊主はあり。嫌いな髪型とかあります。マンバン。マンバン、僕もようやります。たまに。ロン。え、マンバンはなんで嫌なんですか。結んでるのがあんま、あんま良くない。ちょっと見てた。ロングはなんでダメですか。なんか男の人は、はい、やっぱりなんていうの、ロングだと男らしい髪型してほしいってこと。うん、も
マッシュ。マッシュ。角刈り。角刈り。角刈りえ、マッシュはなぜですか。好きにならなれない。どんなに格好いい人でも見合っててもマッシュが。マッシュが無理です。マッシュが無理。すいません。個人的にマッシュがノー。ああ、なるほど。角刈り、いや嫌いってわけじゃないんですけど、なんか、まあ、角刈りできたらちょっと角刈りにしか目がいかなくなっちゃうかなってそういう、いやそこにしか目がいかなくなるから話集中できなさそうかなと思って。その男性に眉毛は整えるべきですかね。べきです。べきですか。このタイプの眉毛嫌いやなみたいな。もうそういうのダメじゃない。それなんでダメなんですかね。気持ち悪い気持ち悪い細い眉毛は気持ち悪いですか。じゃあどういった眉毛がいいんですかね。え、キリッてした方がいいよね。キリッとお兄さんみたいな。ああ、僕みたいな眉毛がいいですか。オッケーです。あ、そうです。なんかかっこいい。かっこいい。整えててほしいです。整えててほしいですか。それなんで整えてほしいですか。え、なんか清潔感があるように見えるからです、うん、男性は眉毛を整えるべきですか。いや、私的には整えててほしいです。それなんでなんですか。ここつながってたら悩む。ああ、なるほどなるほど。で、別に何も思わない。思わない。もう別にありのままで。いや、うん。OK。え、わかんない。別に眉毛あんま気にしたことない。ああ、じゃあそれが答えですね。眉毛。はい。まあ、整えた方がいいんじゃないかなと。なんで整えるべきですか。清潔感。はい。確かに。え、結構印象変わるから。うん、眉毛は整えるべき。あ、整えるべき。べきですか。やっぱ整えた方が綺麗に見えるから。あ、なんか男っぽく見える。垢抜けて見える。え、特にあんま気にしてないから。気にしない。気にしない。眉毛サロンで働いてたので、ぜひ、はい、整えてほしい。眉毛サロン、なんか眉毛の整え方教えてください。あ、ちょっと社外費なので。あ、そうですね。はい。じゃあ次、ヒゲですね。ヒゲはどうですか。なし、ない。え、でも絶対ない方がいい。そのちょびちょびって生えてるなら、はい、その生やしてほしいです。お兄さんみたいに。あ、これがちょびちょびですか。はい、あ、これやった。それが OK です。でもあのなんか青いヒゲで完璧に剃っちゃってたまに生えてきてるのはちょっと嫌だよね。嫌だよね、うん、ヒゲなし派ですよね、二人は、うん、それはなんでダメなんですかね。普通に、うん、気持ち悪い気持ち悪い、ヒゲが。それは別になんか外国人やったらありみたいなのありますか、そのヒゲ。え、白人の人だったらない方がよくない、うんうん、じゃあ黒人さんはどうですか。全然 あっていい。っていい。じゃあアラブ系とかどうですか。いいんじゃないかな。恋愛対象としては見れません。あ、見れません。あの、そもそもあのアラブ人系はあんま好きにはなりません。なんでなんですか。なんで言うんだろう。ヒゲはあり派ですか、なし派ですか。似合ってればいいと思います。似合ってれば。似合ってればあり。こういうヒゲは嫌やなとか特にないですか。サンタさんみたいなヒゲは。うん、サンタさんみたいなヒゲは嫌だ。似合ってれば何でも。似合ってれば何でも。あ、似合ってればいいんですか。逆になんかこんなヒゲは嫌だみたいなありますか。サンタさん。あ、サンタさん。なんかこうモハモハなってるのは嫌だ。あ、やっぱこうバーって、うん、ここはいいけどここは嫌です。ゴーティーはいいけどこの頬はダメですか。です。あ、それなんでなんですかね。え、なんか嫌じゃない。なんか嫌。ちょっとサンタさんっぽかったら嫌です。あり。あり。あり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 。似合ってれば全然いいと思います。ありですか。それはどんなヒゲでも大丈夫ですか。清潔感のあるヒゲならいいと思います、うん、全然いいと思います。伸ばしっぱなしとかはちょっとなしで。なし。なし。どうですか。なし。なし。それはなんでですか。ジョリジョリしてる人はジョリジョリあんま好きじゃない。あの方は。あの方どうですか。似合ってるから。似合ってるからいいですか。でもない方がなんか絶対かっこいいなって思って。ありがとうございます。男性のヒゲについて、ヒゲはあった方がいいですか、ない方がいいですか。ない方がいい。いいです。長さによります。長さによる。なんかサンタクロースみたいなのだったらちょっとご飯みんな言いますね。サンタクロースみたいなのは絶対嫌なみたいな。ご飯食べるとき邪魔かなって。あ、邪魔。ないのがいいのは何ですか。長すぎると嫌だ。なんか清潔感がないみたいな。清潔感があれば別に。清潔感があれば別に。じゃあ彼はどうですか。別に大丈夫。あ、いいですか。なんか嫌かも。嫌かもだ。嫌かも。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございます。